に大きくなりました。せーの、皆さんこんにちは、矢崎風花です。さとしです。今日は結婚してから時間が経ちましたが、それでも仲良しな夫婦2人で、うん、互いにどんな努力をしているのかというのをちょっと話していきたいと思います。題して、仲良し夫婦でいるためにお互いが気をつけてることを6つ。普段こんな努力してるんだよっていうのはね、うん、知らないかもしれないけど、うん、陰でこっそり頑張っている自分なりの努力を今日はお互いに言い合ってみたいと思います。素晴らしい。で、努力に対しての評価をこれでいきたいと思います。はいはいはい、それはすごくいいねとかね。すごくいいが 3?、はい、3、2、まあが 2? はい、だそれは別に、あ、そうっていうのが1、ね、みたいな、なるほどね、はい、はいはい、なるほど。で、評価していきたいと思います。はい、ではまあ、じゃあ1つ目からお互いにどんな努力をしているか。はい、仲良くいるために努力していることね。うん、あ、これ1個目じゃない方がよかったな。ヒゲが生えてきました。はい、はい、ではでは行きたいと思います。せーの、じゃーん。我慢しない。我慢しない、僕は言い方ですね。言い方、まあ、あの基本的なところですよね。なんかやってとか、これやってほしいなとかあるじゃないですか。なんか手伝ってほしいとか、じゃあ僕これやるからこれやってほしいとかあると思うんですけども、まあ、その時に、まあ、やってとか、なんでやってないのとか、うん、私じゃねえ、俺こんなにやってんのになんでやんないのとか、まああるじゃないですか、気持ちの中でね、時には。そういう時でも、まあ、そういう気持ちを表に出さない、うん、これをやってくれんとかこれをやるのだとか、なんかこんな感じでなんかね、ふざけつつ、うん、とか、まあ、こう言い争いにならないような言い方っていうのは気をつけています。はい、はいはい、ということでこれに対しては評価はデキ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 、じゃじゃーん、初めて。そうだね、さとし丸は基本的にすごく優しく言ってくれてると思います。素晴らしい、高評価ですね。それは努力してくれてたんですね。うん、はい、よかったです。よかったです。私は我慢しない。はい、我慢しないが気をつけてることなの。なんか不満があった時にそれを我慢すると後々爆発したりとか、はいはいはい、なんか不満ばっかになっちゃって嫌いになっちゃうから、うん、嫌いにならないように、うん、小出し小出しでね、その場その場で我慢しないでちゃんと伝えるようにしてます。うん、まあそうだね、ちょこちょこ言ってくらんね。うん、うん、確かに、はい、それは努力してないのね。我慢しない我慢しないだけ見ると努力してないじゃんみたいな感じだけど、我慢してない人みたいな、うん、真逆だ、ね、でもなんか、うん、言わない人もいるじゃん。まあ言わないでね、溜まってってね、隠しちゃう人もいるけど、うんうんうん、なんかそれも優しさだけど、うん、それで関係が悪くなっちゃうんだったら本末転倒かなって思うから、うん、まあごもっともだね、うん、我慢しないで思ってることとか、うん、嫌だったこととかはちゃんと話すっていうのを気をつけてます、うんうん、はい、なるほど。デデンデデン、星2つです。はいはい、まあなるほどっていう感じ、うんまあ、言われてる方はね、ちょこちょこ言ってくるんかいみたいな時もまあなくはない。はいはい、ので、まあそういう努力があったんだねっていう感じです、はい、じゃあ2つ目です。はい、2つ目はあれだね、これは私はちゃんと努力してると思うよ。本当か、自分。これもこれ、ま、うん、ま、努力してるっていうの、努力してる感はないけど、でも、ああ、偉いってなると思うよ。はい、うん、じゃあ行きたいと思います。せーの、はい、でじゃん。僕は悪口を言わない。悪口？誰の？風花ちゃんの。何を悪口って。何だか悪口を言わないように気をつけてるわけじゃないんだけど、だからなんかこうさ、集まりとかさあるじゃん。集まり、例えば、まあ、友達と飲みに行ったりとかさ、うんうん、まあ、マサさんもそうだけど、うん、まあ、お世話になってる取引先の人とかもそうだけど、まあ、身内の話になったりするじゃない、うんうん、はいはい、
その時に今あるあるでほら旦那の悪口とかさ、逆に奥さんの悪口とか言うじゃん。はいはいはい、それ言わない。あ、外で言わない。あ、そう、外で言わない。うん、言いたいけど言わないってことね。だから努力してないんだよ。だから別に言いたくないんだよ。別に言いたくないっていうか言うあれでもない。じゃあ後で進めさせて。はい、私はやってくれたことは文句言わずに褒める。でも文句言わない、文句言わずにって。世の中の女性の方はきっと同感な人多いと思うけど、やっぱり男の人より女の人の方がいろんなことに気づくんですよね。だし、なんか細かいところは女性の方が気がつくんだと思うんだけど、例えば食器洗いとかしてなんか汚れちょっと残ってるけど、でもそれは文句を言わないで褒める。うん、まあ素晴らしいね。はい、なんかね、なんか最初の時は、結婚して最初の時はうっと思って、これ自分でやった方がいいじゃんとか思ったこともあったけど、でもなんかやっぱり手伝ってくれると助かるし、うん、なんか一生懸命やってくれてありがたいから褒めて、できてないところはこっそり自分で綺麗にして言わないでやってもらうっていうようにしてます。素晴らしい。はい、さとしまるの評価、ディ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 、ん、さとしまるの評価、さとしまるまだ詳しく言ってないは、あんなに長く喋ったのね。じゃあ突っ込まれただけだよ自分に。まだ喋るの。だって言う気分、言いたいのとか言われたじゃん、悪口を。じゃあいいよ、はい。何？じゃじゃーん、ふたっちゅ。はいはい、ね、はい、何ですか。いいと思います。はい、ちょっと説明してください。あ、まあ、悪口言う人もいるじゃない。で、さっき、うん、まあ、奥さんのとか、まあ、彼女もそうだし、うん、で、まあ、みんな悪口、まあ、みんなというか、もともと僕悪口とか吐き口あんまり言わない、いいんですよ。なんかさ、ひげが生えたからか知んないけど、そうに座ると悪い人みたいな。楽なんだ。楽なんすよ。くっなんて悪い人に見えちゃったね、やんちゃん。いいでしょ。これは文句言わない、ありがとうって褒める。素晴らしいね。ああ、よかったです。素晴らしいよ。さあ、3つ目。はい、せーの、じゃじゃん。気持ちを伝える。他の人の前で褒める。さっきとちょっと被るかもしれない。うん、被るね。はい、僕はもう日頃の、まあ、好きとか可愛いとかっていうのを思ったことを伝えるようにしてます。よく可愛いって言ってくれるね。うん、1日10回ぐらい、わかんないけど言ってるんじゃん。もっと言ってるかな。そんなに言ってないです。嘘、言ってないかな。今日も可愛いねって言ってくれるけどね。素直に伝えることにしてますね。あ、はい、それはすごいね。はい、私は他の人の前で褒める。これはよく私はツイッターというものを使ってやるんですけど、うんうん、他の人の前で私の旦那さんってすごいいい人なんだよっていうのを間接的に佐藤くんが耳にすると、ね、なんかいいかなって思ってたまにやったりします。ちょこちょこ見るよね、ツイッターでね。はい、確かに。はい、これはなんかやっぱり褒められたら嬉しいと思うし、周りの人にもそう言ってくれてんだなっていうところも喜んでもらえるかなと思うのでたまにしてます。うん、褒められて伸びるタイプだからね。はい、ではでは、じゃん、瀬戸志丸の評価、星さん。なんかこれは男の人は多分ちょっと難しい人は難しいと思うんだよね。このわざわざ口にしなくても分かるでしょとかさ、行動を見れば分かるでしょみたいな人もいるかもしれないけど、
ね、なんかやっぱり言葉で言ってほしいから女の人は、うんうん、はい、なのでこれはとっても高評価だと思います。決めたな人も多いしね、はい、男は確かに、はい、じゃあふうかちゃん評価ダンダーン星さんです。はい、これはもう佐渡島はね、褒められて伸びるタイプなんでね、こうにしてね、そう、転ぶ手のひらに転がされてね続いてこれは多分ね、佐渡くんの評価は低いと思います。あ、本当。さあ、せーの、ダダン。僕はたまにお菓子を買う私は常に追われるを心がける。ほう、まあ僕はね、もう字のごとくたまに餌付けと称してまあ今日もね、餌付けなのか。あれは餌付けって、まあ、日頃の感謝だよね。日頃の感謝を言葉だけじゃなくてね、お菓子という形でたまに表してます。今日も買ってきました。いいですね、はい、はい、私はなんか昔はすごく好き好きで重くなるタイプだったんだけど、はいはいはい、男の人はやっぱり追っかけたいんだろうなっていうのをいろんな本とかで学んだので、うん、なんか依存しないっていうのももちろんなんだけど、私はあなたいなくても生きてきますよっていう、うん、自立した心で、うん、あ、そういうんだったらいいですよっていう態度を時々取るようにしてます。なるほど、はい、計算高い方にね、そう行ったんだね。なんかでも結婚する前にこれはちょっと思ったことで、うん、なんか一人でも生きていけるよって言われて、うん、それを聞いた時に、あ、そうだなって思ったんだよねなんか一人でも生きていけるけど佐藤くんがいてくれた方が私の人生にとっていいなって思ったから、うん、あ、じゃあ私のために結婚しようっていう、この自己中が生まれたわけ、そこで。うんうん、それがね、すごい良かったの、ある意味。あ、本当、依存しすぎないって感じで、ね、そう、うん、自分で選んで自分のために結婚したっていうのがあるから、うんうん、よかったなって。まあもともとすごい依存っていうかね、多分本当に追っかけてたんだろうね、はい、まあ、そんな感じは超する。はい、はい、ウト君の評価ピリン。おはい、これは単純に嬉しいし気分が上がるのでぜひやってください。そうね、好き嫌いが食べられないものが多いから、ちょっとチョイスがね、うん、難しかったり、いつも同じようなものになっちゃうんですけど、はい、常に追われることを心がける。でん、星2つです。お、2つですね。まあ僕もあん、うん、なんかずっとこうね、来られるのもまあ、しんどかったりもするので、まあ、たまにこう住んでっていいのよって言われるのも、まあうん、いいかなって思いました、はい、実際にさ、そういう風にさ、うん、あれ本当に好きじゃなくなっちゃったかもって思って不安になることとかあるの？ないねたまに聞いてくるじゃん、前より好きな気持ちが減った気がする。あ、それはね、思うことあるけど、思うことあるっていうか、なんか、まあ、冗談6割本気4割みたいな感じ。そう、そういうことです。はい5個目か。じゃあこれかな。まあちょっと風花ちゃんにとって痛いところを疲れるかもしれない。なんで何それはい、せーの、ダダン。僕はできないことを認めるです。あー、素晴らしい。私はこれなら許そうを提示する、かっこ自分の機嫌は自分で取る。はい、どうぞ。やりっぱなしがめちゃめちゃ多い。掃除機かけるから、まあ、かけっぱなし、掃除機、掃除してくれるんだけど、掃除機はその場に置いて、はい、どっか行っちゃったり靴下ももう毎回言ったんですけどもう脱ぎっぱなしなのでまあもうできないんだなこの子はってことで、はい、まあ諦める、できないことを諦めるですね、認めるというのは、ね、素晴らしいですね。はい、はいはい、私は例えば佐藤くんは飲み会には行かないんですけど、友達と遊びに行ったりするときに、うん、まあ、一般の、ね、方はね、いろいろまあいいよって許すのかもしれないですけど、うん、私は
なんか不機嫌になるので自分がなんで遊びに行っちゃうのってなるので、うん、その機嫌を取るために、うん、じゃあ帰りにお菓子買ってきてみたいな感じで、なるほどね、とかじゃあ今度の土曜日は私と遊んでとか、うんうんうん、具体的にじゃあこれしてくれたら許すっていうのを自分で決めて、ね、うんうん、自分の機嫌を自分で取るようにしてます。なるほどね、はい、確かに喧嘩したじゃん。そうだっけ、覚えてないか、確かにその後ぐらいに確かに何か提示してきたような気もするな。なんかお菓子買ってきてとか、うん、日曜日ふんって今度の日曜日とか、確かに、はい、そんな努力をしています。素晴らしい。はい、シャチャシマルの評価はジャガ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 バーン。おー、これは完璧星3つですね。まあそうだね、はい、できないことをフォローするっていう風に変わってくれましたね。うん、まあ俺もできないこといっぱいあるしね。はい、そうです。うん、まあ、お互い様で、はい、できないことをねフォローし合えばいいよね。そう、そういうことです。はい、はい、そしてデケ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 デデン、星3つです。まあこれはおー、そんな頑張りがあったんだっていう感じはいですね。まあ、確かに最近自分の時間作ったりしてもってなんなくなったので素晴らしいと思います。なってるけどね。まあなってるけどね厳密になってるんだけど、前よりはね随分変わったので、はい、素晴らしい、よかったです。最後最後さっきから字が汚いのがバレちゃうんだけど、いいじゃん、汚くったって。よし、オッケー、せーの、ババン。僕は慰めるですね慰める。私は文句だけじゃなく具体的解決策を言う。うん、かわいいでしょ、かわいいはい、よく、まあ、泣くんですよ、ふうかちゃんは、うん、まあ、夢を見たとかなんかこう、ツイッターでね、ちょっと悲しいニュースを見たとか、いろんなところで泣くんですよ。その時に、まあ、めんどくさがらなかったりとか、うんうんうん、なんか無限にせずに、そうなのかって言って慰めて、あ、収まるまでね、はい、はい、慰めております。はい、ありがとうございます。私は喧嘩とかして文句言いたくなった時に、はい、文句だけじゃなくて、じゃあ具体的にこうしたらいいよねっていう解決策を言うようにしてます。うん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 、うん、この間はなんかご飯を私が作って、その調味料とかを出しっぱなしにして忘れちゃってたら、さっとくんが、あ、また出しっぱなしって怒って、でなんか私の中では、何そっちは携帯見て寝っ転がってるだけなのに、ね、文句言われなきゃいけないんだってムカついたんだけど、でも文句言うんじゃなくて、じゃあ今度からこの出しっぱなししないようにするために、作ったらすぐ私しまうようにしたいから、その分ご飯をよそったりとか机に運んだりするのは手伝ってくれれば、その時間にできるからちゃんと手伝ってねっていう風に言いました。素晴らしい素晴らしい、はい、です。ちなみに僕も料理作る時ありますからね美味しいよね、うん、美味しい、はい、はい、ではこの評価はジャカ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 ジャジャーン。おお、はい、これも助かりますね。めんどくさいって思う人もいるでしょうけど、寄り添ってくれている努力というのをありがとうございます。うん、はいはい、じゃあ風花ちゃん評価、デケ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 デンデン3 3つ、イエーイ。これはもうね、孫子の泣き3じゃないでしょうかね。文句言われるよりは、じゃあこうしてくれればこれできるよみたいな、明確にね教えてくれると、あ、じゃあ手伝うかってなるので、うん、素晴らしいと思います。そうだね、お前こそ寝っ転がってんじゃねえかよって言われるよりいいよね。そう、それあと喧嘩のあれだからね、喧嘩にしかならないからね。そう、すっごいムカついたんだけどねまずこいつふざけんじゃねえよと思って、一日無視してやろうかと思ったけどそうだよはい、ということでお互いこんな努力をしてるということが分かりました。はい、いろいろ考えてくれてるんだなっていうのと、うんうん、まあ、ちゃんとこれからも仲良くしていこうと
いう気持ちになりましたね。いい企画だったね、はい、我々にとって。うん、あ、そう、うん、なんで、まあ、その2個目のね、悪口言わないところでなんかちょっとごたっとなったけど。いや、私が影で褒めるようにしてるのと同じ感じだよね。うん、同じ感じだと思う。影で悪口言わないよね。うんうん、悪口言ってたらやっぱり余計嫌になっちゃう、ね、そう、目に、そこばっかり目についちゃうしさ、人間って結構口に出したことを意識しちゃうから。確かに。そう、こういうことやってくんないんだよって言っちゃうと、またそれがあった時に、あーもう毎回毎回って言いながらするから、うん、あとはもともと人の悪口言わない人だから、ね、基本的に。すごいな、私たまに愚痴ったりするよ。うん、いいんじゃん、別に。ほぼないと思う、友達とかに聞いても。うん、すごいね。すごいでしょ、素晴らしい、素晴らしい旦那でございます。はい、ということで、皆さんの夫婦やカップルでもお互いにね、努力してるところを褒め合って、うん、たらいいかなと思います。はい、はい、というわけで、仲良し夫婦で気をつけてること、意識してること6つでした。でした。イエーイ、パーティーだ、パーティーだぜ。めちゃめちゃ見えてる。はい、以上です。ということで、またお会いしましょう。バイバーイ。